アサニーさん、グッドボタンありがとうございます。マイトです、アサニーさん。嬉しい。映像音声繋がってますかね、どうですかね、知ってますか。遅くなってすいません。映像音声映ってるかな、知ってますかね、どんな感じだろう。はい、久しぶりですね、ライブ配信知ってますかね。はい、今僕はね、ネパールに来ておりますね。ネパールの首都カトマンズに来ております。はい、僕ネパールに来ても2ヶ月ですね、過ぎたんですけど、3ヶ月目ですね、今。あ、シロクさん、こんばんは。生瀬です。映像のせばっちりですか。チャオです。はい、よかったよかった。じゃあ歩いていこうかな。ちょっと僕顔出しますね。あ、ヤガディーさん、こんばんは。ナオコさん、ナマスです。はい、皆さんありがとうございます。あ、ルクさん、こんばんは。トモトさん、こんばんは。はい、皆さんよろしくお願いします。あ、ビリーさん、ナマスです。インド暑いやろな。でもだいぶ涼しくなってきたんかな、うん、あ、ET さん、ナマスです。はい、今日は僕一人ですね、一人。スイさん連絡あったんですけど、なんか忙しそうだったんで、はい、一人で待ちぼやしようかなと思います。ですね、まあ何をするかって言ったら、あの、鍋を買おうかなと思ってるんですけどね。鍋とかフライパンとか買いたいなと、ずっと買いたいと思ったんですけど、もう正直ね、ずっと何かと用事があって忙しくて、全然自分の時間なかったんですよ。で、やっと今週からちょっと自分の時間できたんで、はい、ちゃんと自炊していこうかなと思ってます。あと今月何メインで使ってるクレジットカードキャッシングしすぎたみたいで、リミットに達したみたいですね。なのでちょっと節約していこうかなと。はい、まあまあ今月使ったものは今年の給料だったりとか、何文房具代だったりとか、まあ確かに結構額使ったんで、うん、節約重要だなと。あさりさん、めっちゃかしこまってる。皆さんお久しぶりです。お帰りたいんですか。はい、まあまあキッチン付きの宿借りてんのにガス1回も使ってないんですよね。ガス1回も使えないぐらいずっと用事が、毎日用事が入ってたんですよ。で、もうちょっとこれはやばいと思って、はい、サトシの帰った後にちょっとどっと疲れて、あ、これはやばいなと、休もうと思って、はい、3日ほどライブ配信休ませていただきましたが、はい、復活ですね。あ、ラジャスさん、38度。あ、ちょっと涼しくなりましたね。40度切った。あ、ペペ、I'm in Nepal. Still in Nepal. あ、B さんにもお金しそう。キャッシングを結構やっちゃったんですよね。それで上限が来ちゃったみたいで。まあでも、ちょっと下ろせたから全然大丈夫なんですけど。はい、なのでちょっと、はい、とりあえず待ちぶらしようかな。じゃあ歩いていきますね。あ、接着大事ですね。私も家でめっちゃ接着して、あ、偉いですね、素晴らしい。はい、僕もちょっと節約していこうかなと。いや、でもそんなに大して使ってないんですけどね。なんかしらん今月めっちゃ使ったみたいで、はい、ということで、バランスとかね、他の街ではやってた自炊をね、再開しようかと。ネパールで一回も自炊してないから、ちゃんと。電気鍋での自炊はね、してるんですけどね、ガスで自炊してないから。あと今日ずっと部屋にこもって作業してたから。はい、アロー、ナマステ。自分には使ってないよね。自分にはあんまり使ってないですけどね。はい、そうなんですよ。まあまあ仕方ない。
サトシまあまあ給料払ったから、まあおかげでサトシめっちゃいい自転車買えたからね、よかった、うん、あ、ひらみさんこんばんは、かやさん生瀬です。あ、でもなんか食べたいな、せっかくだから、せっかく外出たからなんか食べようかな。最近ちょっと食べ過ぎてたんで、僕普段ね朝ごはんそんな食べないんですけど、誰かゲスト来たりとかしたら朝ごはん食べるようにしてるんですよね。だからここ最近いつも食べてない朝ごはん食べてたから、だいぶ太ったのもあると思うんで、ちょっと食生活も考えていかないとダメですね、うん、あ、そう、サトシジュニアね電車にお祈りしましたね。あ、よっちゃんさんこんばんは、うん、歯磨き中なのにせっかくだから食べるから。何食べるんすか、絶対美味しいもん食べるやん、アサミさん。ちょっと何食べようかな、何も考えてないけど、今日水さんなんかだちょっと屋台食べれるなと思ってちょっと思ってる。水さんはね、あの屋台を嫌うんですよね、汚いし汚いっていうか、まあ埃がすごいから食べちゃいけないって、はい、でもすごいその意味わかるんだけど、実際僕マスクして歩いてるから、でも食べたくなっちゃうんですよね。あ、あそこが空いてるな、まだ行ってみようかな。あ、日本の銀行から長期ローン組む予定がなければ、アコムの AC カードで学校 AC カード何なの、ちょっと分かんない。あ、ここありますね、またこう止めようかな、はい、前ここヨマリ美味しかったとこですね、うん、バラ食べようかな。あ、なんかやりますね、バラ食べたいな。あ、よったバラディナ。バラフィニッシュ。バラフィニッシュ。おほー。おほー。あ、そうなんや。バラフィニッシュか。お、サトシ来てるの。ネパールのモモ食ったら、ネパールのモモか。そうか。じゃあモモ食おうか。OK。ネクタイ。Thank you, thank you. あ、これも美味しい。バラ。バラ？バラ。バラ？クランチ。ディフェンバラ。ディフェンバラ。ディフェンバラ。おお。Very tasty. Tasty. One guess. あ、one price. よった買ってよ。Patties. Patties. 25. S S コ？25. 25. これなんだろう。これはなんだ。ポテトチョップ。ん？ポテトチョップ。ポテト？ある。アルチョ、ちょっとそうか、まあ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 どうしようかな、うん、私もも食べていい、じゃあもも食べようかな。 OKOK Thank you、 はい、サトシがもも食べてって言うんだらもも食べようかな、もも、うん、食いに行こう、うん、コメント全然見てない佐藤氏ね、いいですね、サトシ元気か、うん、じゃあ、もも食いに行くわ、うん、ももにしよう、サトシが言うならももやら、うん、この辺でももやったらもう1箇所しか決まってへんから、そこ行こうかな。今日はでも違うもも食べてみようかな、野菜かチキンのもも食べようかな、いつもバフやから。今日
今日ねカトマンズは天気がねあんまり良くなかったんですね。ね、雨降りそうでね降らないのがずっと今日一日続いてて、今日降ってはないんですけどずっと曇りなんですよ。今にも降りそうな状況がずっと続いてる感じですね。あ、人形もマスクしてる。人形マスクしてるのに人マスクしてないからね、うん、あ、ソロライブ始めいいですねあ、女子高生とも女子高生とも多分無言が続きますよ。無言が続いちゃう。無言が。あ、うなさんこんばんは。いやいやいや、あ、ウニクリームさんね、こんばんは。ごはびさんもね、邪魔くです。はい、もも食いに行こう。まあでも自炊できるように自炊してね、野菜をねもっと食べれるようになるんだなと思ってますね。本当にずっと外食やから炭水化物ばっか食べてるからね。ていうかなんなら肉ばっかやからね。毎日居酒屋やからね、ちょっとその毎日居酒屋のサークルを抜け出さないとやばい。ここがアサンチョークですね。アサンチョーク、ここまで来たら豆腐買おうかな。さっきもも食いに行こうか。もも食いに行こう。マンゴーも食いたいな。なんかいろいろ買いたくなりますね。本当はね、違う大家さんも行きたいんですけどね、もうここまで来たらいつものとこ行っちゃおうかなと思います。あそこうまいからな、そこ。あ、めっちゃネパールティアス来た、来た来た。おお、そうなんや。あ、この、今ライブ中にか。じゃあ、もも食いに行きます。本当はもう一個学校行きたかったんですけどね。なんだかんだ今月はちょっと現金下ろせそうにないんで、今日カード会社に電話したんですよね。え、なんで無理なんて。そしたら無限の額いっぱいやって言われました。うん、まあ、でもちょっとお金下ろしといてよかった。へそくりは置いといたんですね。こんなこともあると思って。ここも鍋売ってます、ね、もうここでもいいな鍋。先もも食べちゃおう。後で聞こうかな。圧力鍋買おうかな。限度額って自分で決めんの？結構ね、僕上限あ高くしてたんですけどね、うん、でも結構使ったみたいです。はい、初めて限度額言われましたね。初めて人生で。今まで一回もなかったんだけど。あ、そんなに使ったんだと思う。まあ、学校3つ行きましたからね。学校3つ行ったし、サトシの給料と航空券と、なんかキャッシュでの支払いも結構多かったんで、いろいろ。あ、来ましたね、ここです。今日もこちらですね。はい、席が空いてるかどうかわからんけど。
オッケーオッケー、できる。ちょっと待っとこう、待っとこう。ここ、ここ座ったっけ？ここ座らせてもらって。はい。ここで待っとこう。はい。今日僕チキンモモ食べようかな。食べたことない。生活のですか、バスパーさんにとって一日の生活はちょっと大変じゃないですか。うんね、僕2年以上続いてますね。コップも確かにちゃんと自炊しないとね。あ、そう、先月の人生はまだの分と今月の分は大げさだからな。それらしいですね、それらしいです。それ言われましたね。宿で自炊するだけのライブ配信もあってもいいか。マジっすか、うん、宿っていうかもう普通の家なんですけど、うち、ん、自炊アーカイブに残さないタイプのやつですかね、このライブって。サトシもういないのかな。サトシは見てるかな。サトシ見てる。サトシはね、日本語読めないからね、サトシにメッセージあったらね、アルファベット書くといいかもしれないですね。見てるかどうかわからないけど。僕チキンモード食べたいな。クッキング配信やってましたね、昔。ダラムサラとかね、うん、結構料理してましたもんね。もうみんな待ってますね、大人気ですね。でもみんなが待ってるのは水牛のものなんですね、絶対。チキンかベジでも今水牛すぐ食べてる。はい、今ね僕桃屋さん来てますね。まあネパール餃子のお店ですね、ネパール餃子。はい、よく来てるんですけどここ、うん、はい、ネパール餃子のお店来てますね。はい、今できるの待ってます。もう大人気すぎて映像音声映ってますね、中店内。大丈夫ですかね。あ、今日スリーさんは会ってます。サトシ、今日スリーさんお休みですね。スリーさんお休みやで、なんかちょっと忙しそうって、うん、スディーさんの家、アパート、マンションっていうのがあるんだけど、そう、そこの部屋がもしかしたら今月空くかもしれないって話してて、空いたら僕に貸してくれっていう話なんですね。多分それ関係で多分忙しいんだと思う。あ、電波安定しますか。あ、タコさん、こんばんは。あ、ヒロミさん、桃作ったんですか。あ、餃子とも。あ、スケさん、情報ありがとうございます。カードの情報ですね。売上返済すぐできるカードっていいですね。確かに。僕待たなくちゃいけないから今の状況ですもんね。本当にみんな待ってます。すごい数の人待ってます。店内ね、誰一人食べてないですよ。全員座って待ってます。すごくないですか。出来上がるの全員待ってます。なんでサトシ泣いてんの。いける。キャンディさん、こんばんは。全部のものができてないのかな。マジでみんな待ってますね。あ、ひろみさん、旦那さんも喜んで食べてくれたんですね。みんないない。
あ、皆さん、こんばんは。あ、蒸すから時間かかるんやな。水曜日早いんだけど。そう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 。サトシとも来たよね、ここね。そう、マスクとかで出来たては食べられる。そういうことですね。そういうことですね。そう、僕のね、あのライバー振動がおそらくね、4割ぐらいはね、効果になっちゃうんですよね。あの、はい。あ、おいしそう、おいしそう。あ、楽しい、おいしそう。なので、あの、ね、過去動画で見たいなっていう動画あったら、はい。早めに見てもらえたら嬉しいです。日々ね、飛行が良くなってくる。あー、すごい、すごい、すごい。あれはすごいですね。これは絶対バフじゃない。みんなバフ食べてるもんな。あ、ありがとうございます。バフもですね。もう皆さん食べた。じゃあ、もうソースをかけて食べてみますね。墜落です。ごまだれ墜落。あ、ブッダのお誕生配信か、今お気に入り何回見て、あ、ね、ブッダのお誕生配信、明日で非公開になっちゃいますね。あとちょっとで、僕ちょっと見てないんですけどね、クリアするといいな。あ、アドナさん、こんばんは。はい。めっちゃ美味しそう。サトシコメントありがとう。じゃあ食べていきますね。ごまだれ墜落です。ちょっとテーブルが狭いんで。あ、今日は夫もライブ見て、あ、ヒロミさんの旦那さん見ていらっしゃるんで、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。はい、ちょっとね、どうしようかな。取り出します。はい、皆さん、こんばんは。ヒロミさんの旦那さん、こんばんは。もう食べたんですね。一緒ですね。はい。じゃあちょっと僕も食べていこうかなと思います。マスク取りますね。はい。めちゃくちゃ混んでます今日。ちなみにこちらがサトシが言ってたものですね。はい。これ食べていきます。で、どうしたい。あ、JK からプレゼント欲しいんですけど、あ、つけてます。気づきました。はい。つけさせて。あ、召し上がり。いただきます。はい。こちらですね。あ、忘れた。ありがとうございます。いただきます。飛び散ってしまった。すいません。硬かった。中身見せたいよ。はい。水牛の中身こんな感じですね。アサリさん、よだれありがとう。あ、うまい。あ、朝日さん、さあ、おいくらでしょうか。おいくらでしょう。何回も来てもらえば。
お前は。肉の味や。カットする。もうね、うまい。味はね、サトシ風に言うと水牛の味やな。もう何回も来てますよね、僕ね。本当にじゃあスリーさんのお気に入りだから、必然的にこのね、このごまだれなんですけど、ただのごまだれだって、パクチーが入ってるんですね。パクチーと唐辛子かな、ちょっと入ってますね。だから、パクチー嫌いな人はダメかもしれないけど、好きだったらすごい美味しいと思います。ちょっとだけ辛い、ちょっとだけ辛い、ちょっと唐辛子が効きますね。人気だけあってすごいうまいですね。人気の理由すごい分かる。回転率半端ないですよ。だってみんな待ってますか、待ってますか。何の音？あの1ルピーね、変わってるとき言ったらね、調べたんですよ、いくら記憶されてるかなって。最近ね、円安がすごいひどくて、日本円がめちゃくちゃ弱いんですよね。だから1ルピー 1.1 円ですね。 それでもまあネパールはもともと物価が比較的安い国なんで、そんなにまあ旅行者的にはその大きく似たではないんですけど、でも、10% 上がってるのは折り返すね。円が弱くなって 10% 下がって、ネパールが強くなってからかな。前で日本円ってドル円だけ弱くなったりすることは結構あったんですけど、今世界全部通貨に対して弱くなってるから、これはちょっと僕的には困ったなって思って、円安の影響があって節約していかないなってちょっと本気で思ったんですけど。あ、ゆめさん、ナマステです。あ、最近行ったベトナム料理で出たホーリーバジル、生がめっちゃうまくてめちゃくちゃ食べました。あ、ベトナム料理、あれですか、漁師さんって言ったやつですかね。うまい。この円安、円安、世界中に対して円安ってことは、今後の予測される展開的には、日本って輸入品に対してもかなり、何？輸入品がすごく高くなりますよね、多分小麦とかね。買い占めとか起こってるのかな、もしかして。確実に変わりますよね。インゴ弱いから、買えないですもんね。うまい。完食です。めちゃくちゃうまい。というか、野菜買って晩ご飯作ろうと思ったけど、もうお腹いっぱいになっちゃった。でも豆腐買って帰るかな、豆腐野菜。鍋も欲しい。
はい、ちなみにこちらの今僕が食べたものは水牛のものですね。みんなに言ってやれ肉の味や、サトシというコメント。皆さんこの動画アーカイブ見られてる方、あの何チャットと一緒にね見られると面白いと思うんですよ。チャット、そう、皆さんとのやり取りを知ってるチャットですね。チャットとセットで見るとすごい僕は面白いと思ってます、はい、サトシ知ってるし。農家でも肉の味やな。その通りだ。はい、ちなみにこちらの水牛のモモは、120ルピーですね。120ルピーなので、まあ120円と言いたいところですけど、 10% つくから130円ぐらいですかね。今130円ぐらいですかね、うん、そうそう、ネパール来て120ルピーですね。日本円だって130円ぐらいです、ね、はい。でもまあ 10% 上がってるんで気持ちは値段上がってますけど、それでも安いですね、うん、お金払います。あ、ヒロミさん当たった、おめでとうございます。他に当たった方いらっしゃいますか。はい、こちらがあのネパールの100ルピーになりますね。ネパールの100ルピー、はい、後ろがサイですね。はい、あと20ルピーですね、はい、じゃあ鍋でも買いに行こうかな。そう、サトシはね、頑張った、何ネパールでのガイド頑張った俺に、何関西弁インド人サトシは息子さんにね素敵な自転車買ったんですね。僕は鍋を買うから、はい、じゃあちょっとお金払いますね。ちょっと待って、なんか今お金払ってる、もう誰もいなくなっちゃった、うん、よし、ワンデンディ Thank you. See you. Bye. はい、モモいただきました、はい、やっぱここうまいわ、すごい。あ、ちょっとバイクがここですね、たまん、はい、こちらですね、たまん、こちら、はい、ここのものはうまい、やっぱ。ちょっと鍋いますね、鍋。みんな早食いやな、いける、ほんまにね。さあ鍋見よう、どっか鍋ありますよね。鍋どこや、さっきあったよな。こっち来る、こっち行こうか。あ、こっちにあったわ、鍋。ここで見ようかな、鍋売ってますね。聞いてみようか、圧力鍋でもいいかな。松井くんは高いよな。あ、3リッター圧力鍋ありますね。オッケー。3。3。カットよ。2。3。
あ？うん。3リッターぐらいあったらもう普通に使えそう。4500リッター。4500。おお。よ、ホールセルレート。ホールセルレート。まあまあ高いな。いや、4500くらい。ケ？ラムロ？ホーキンス。おお。エスコ？エスコ買ってよ。ちょっとエリアセット1875。あ？1875。あ、これアルミだから安いのか。よ、ネパールけよ、グラス。おほ。よ、インディアこう。そうか、4000円は高いな。よくネパール、よくネパール。よ、シート。あは。よ、ウタラフィシャピネパール。どうすインドは高いんだな。インドグッモンゴチャ。モンゴチャ。ジャパニーズ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 。そう、自炊しようかなと思って。はい。どうしようか。ああ、これ欲しいけど高いわ。ちょっと買えへんな。ちょっと普通の鍋にしようかな。鍋。あ、これミルクパンがあるな。え、エスコ買ってよ。あ、このタイプか。これだったらいくらだろう。ネパール。ネパール。パテパーじゃないですか。あ、蓋もあるよ。蓋はいいな。ハザールパサーズ1050か。まあまあするな。ちょっともうちょっといろいろ店見てみようかな。鍋って高いんだ。ちょっと迷う、もうちょっと考えようかな。もうちょっと見てみようかな。 Thank you, thank you。ちょっと思ったより高かった。はい、想像より高くてちょっとびっくりした、ちょっとどうしようかな。もうこれだったら電気鍋でいいかなと思ったと思うんですけど、でもせっかくガスがあるから、まあ、もうちょっと見てみようかな。もうちょっと歩いてみます。そうか、インドルピーって考えるとあれだな、1000ルピーが600ちょいだもんな。でもそれでも高い気がするな。インドが安いのかな、やっぱりインドのが安い気がする、あ、ほんまに生活必需で世界中やで、ほんまにね、全ての物価が上がってますよね。ね、4000円だと日本で買う安いのと変わらないですね。ねえ、昔はもっと安かったと思うんですけどね。さあ、物価がすごい上がってるでしょうね。そんな気がします。いや、ちょっとパッと買えないな。ちょっともうちょっと見てみますね。一応僕電気鍋は持ってるから、あれ電気鍋2000ルピー買ったのがいいんだよ、僕。だから3000円ぐらい。あ、捨てるんですよ、高いのか。なるほど。あ、日本の方が物価安いけど、多分ね、今日本の方が物価安いと思いますね。はい。マンゴーうまそう。それ豆腐買いに行こう。豆腐食べたいわ。鍋なくても豆腐は食べれるから。あの輸入に依存する国はやっぱ本当物価高騰半端ないと思いますね。輸入に依存する国は。あ、ネパールも多分物に関してはね、そうなんでしょうね。
ちょっと豆腐買いますね。豆腐買おう。鍋よりも豆腐買おう。ごめんなさい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 。豆腐買いますね。ここね。This one? Okay? Yeah, okay. Take it. Move くれてて、あ、60。Okay. 上がったんだ。上がった。ドルピー上がった。はい、豆腐買いました。こちら豆腐ですね。はい、60ルピーになってる。値上がりしちゃった。まあ仕方ないね。まあとりあえず豆腐ゲットです。醤油ないかな。醤油欲しいのかな。またちょっと醤油見に行こうかな。買わんでも、この方来たらなんぼでもあげるで。ありがとうよサトシ。この方行くの遠いからな。鍋高いな。ちょっと豆腐だったから圧力鍋は使いにくいか。僕ね圧力鍋ねすごい好きなんですよね。はい、実はインド滞在中もねずっと圧力鍋持ってて使ってたんですよ。そう、白菜売ってる。白菜も白菜買っちゃおうかな。どうしよう、白菜聞いてみようかな。で、勝つよ。あ350 egg piece 1 kg ってことは、あ、これ1キロないな。そっか、350は高いな。あと買えない。エスコ？おい。1キロ100か。あ、白菜はめちゃくちゃ高いんだね。じゃあどうしようかな。もやしにしようかな。すごい悩む。外食した方が安いなって思っちゃう。でも野菜食べたいな。大根。パクか。パクってか、でも安い。60ルピーぐらいだもんね。インドからネパール行く予定の旅と、ユーサーさんに会ってくるの買ってきた。ね、インドが安いからね。うちにいっぱいあるから。あんねんや。うん、上先なんて買ってもらえないかな。上先などのね。なんか絡まれてますね。絡まれる。わあ。なんか酔っ払いがいますよ。
どうしていいかわからん。行っていいよ、明日。困ったな、困ったな。ちょっと、面倒くさい人がいるから、動こうかな。いやマンゴー美味しそうじゃないの、あれは。ちょっと違うとこ見よう。どの通りに鍋あったっけ。白菜が意外と高くてびっくりした。1キロ350か。なんでこれからの旅行所持っていくんですか。いや、鍋はね、買ったらね、置いとこうかなと思ってます、ネパール。もし買うんだったらです。スイさんに託しとこうかなって。ネパールよく来るし。でも、何千ルピーも払うんだろうってちょっと考えちゃうな。思ったより高くてびっくりした。スイさんが言ってたんですよね。圧力鍋が高いって。でも絶対アルミは買っちゃダメって言われて、スイさんに。体に良くないから。でアルミじゃないやつを買うんだったら、スイさんが買い取るよって言ってくれたんですけど、出るときに。まあでも僕、これからちょっと通い詰める予定で、計画立ててるんで、買っちゃってもいいかなって。旬の野菜じゃないとやっぱ高いんだな。ちょっとやっぱスリさんと一緒に一回買いに来ようかな。僕一人やったら高いけど。日本ではマンゴー高いの花ね。日本ではそうですよね。ネパールでも今だけなんですよ、安いの。本当この1ヶ月過ぎたらもうマンゴーすごい高くなるんで。そう、今しか食べれないですね、マンゴーは。白菜も日本と同じくらいかな。アルミのこのスタル良くないらしいね。そうなんですよね。それでアルミ以外買いって水産行ってたんで。おい自給自足は一番やね。たどり着くとかそこですよね。とりあえず桃食べて豆腐買ったんで。野菜食べてないな、全然。結局野菜食べてない。タンパク質と何肉しか食べてない。炭水化物か。もう一軒ちょっと鍋見ようかな。すごいちっちゃな鍋はね、スイさん貸してくれてるんですよね。すごいちっちゃな鍋は。サモサって書いてる。なんか美味しそうですね、このサンパ。めっちゃ流行ってる。まあいいよ。ここにもなんか売ってますね。鍋売ってますね。僕が使ってたやつと一緒だ。いいんじゃないですか。強くなるから開けられないかな。ナマステー。中国のものが美味しい。フライパンとか。
迷うな。フライパン買っちゃう？これアルミなんだな。大体アルミなんだね。テフロンもダメですよね。まあまあちょっと天使ちょっとやる気なさそうだったんで出ます。ネパールも日本も輸入物高いですよね。ちょっとまた鍋を改めて買おうかな。でもどっかでマンゴーを買いたいな。せめてビタミンが。あ、テフロンすぐ剥がれるしダメですね。迷っちゃうな、いろいろ。あ、鉄が一番、鉄が一番なんですね。そっかそっか。やっぱりインドからの輸入は高いんですよね、すごいね。インドやっぱすげえな、そう思うと。インド何でも揃うもんな。やばい、今日も電気鍋で調理しちゃいそう。てか、すでにお腹いっぱいだけど。重くて高いけど、重くて高いですね。こうやって鍋を買わない日が続いていく。安かったよ。マンゴー買っちゃおうかな。オッケー。エッキ。買っちゃいます、マンゴー。はい、エッキの。पैसा के हम हिसाब से घर को ये पैसा के हिसाब हम लोग जानते हैं कितना हुआ あ、ゆっぴーさん、こんばんは。そうそう、アサリさんの言う通り、外食が安くて安いっていうのは、安くて早いっていうのはね、こっちっていうのは、まさにそうなんですよね。そう、炭水化物ばっか食べる生活が良ければ、外食がやっぱ安いでしょ。そう、めちゃくちゃ生活偏っちゃうからね。そうそう、もう外食安いな、と思って、ほんと。ホーローっていうのかな、ホーローはたまに売ってますね。そんなにいっぱい売ってないけど、ホーローたまに売ってますね。あ、今日は一人なんですね。今日は一人ですね。スイさんちょっとお仕事忙しいようです。はい、ここのとこね、ずっと忙しくて付きっきりやってくれたから。まあ、今日の配信はこんな感じですかね。はい、僕が買ったのは豆腐とマンゴーですね。豆腐とマンゴー、はい、こちら今日の戦利品。結局鍋買えず、野菜も買えず。
多分ねカメラがねダメなとこ、カメラがダメな店があるんですけど、そこでちょっとまともなそうな鍋とフライパン以前売ってたんで、後でそれ見に行こうかな。はい、あ、アサリさん、スパチャ、もう今日本当にスパチャありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。はい、今日はこの辺で終わろうかな。はい、もう僕が欲しい鍋は全然手に入らずですね。はい、仕方ない。ちょっともうちょっと価格のリサーチして、はい、ネパールの会社で種類があるから飽きない。その外食はね豊富なんですよね。そうだから本当に飽きないですね。あ、グッドオフィスです。ありがとうございます。あ、今来た雑誌さん、こんばんは。はい、じゃあこの辺で終わろうかなと思います。はい、ね、こちらの動画もあの1000再生100いいね、30日以内に行かなかったら後悔するつもりなんで、あの残したいなと思ってもらえたら、評価ボタン押してもらえたらとっても嬉しいです。あのね、僕の動画 40% ぐらいは非公開になっていってるんでね、過去の動画で見てないのあったら見てもらえたら嬉しいです。あ、ほのほのさんも、はい、欲しいもの買えなかったのですね。そうなんですよね、予算がねちょっと思ったより高かったんで、ちょっともう高い買い物するときはちょっとちゃんと検討しないとダメだなと思って、はい、思いました。あ、良い風吹くな、ありがとうございます。ではでは今日はこの辺で終わらせていただきます。皆さん、はい、明日できるかちょっと分かんないけど、はい、あ、カズさんこんばんは。今来ました。あ、皆さん今来られた方多いですね、本当に。はい、ちょうど終わろうとしてるところですが、はい、なんか続けた方がいいもっと、うん、そうだ、まあいっか、うん、まあまあどうしようかな。なんか続けましょうか。なんか食べようか。あ、無理しない。もう少しも。今気づいたのか。ちょっとそっか。なんかそうだな。もうちょい。どうしようか。何しましょうかねんだ。お店ぶらお願いします。はい、じゃあもうちょっと歩こうか。そしたらじゃあちょっと遠回りして帰ろうかな。じゃあ遠回りして帰ります。はい、ぐるっと回ろうかな、運動にもなるし。じゃあ散歩しますね、町村。皆さんが言うなら、うん、もうここで終わって お家帰っちゃおうと思ったんだけど、歩いていきます。いや、なんか食べれそうなのったら食べますね。あのお菓子とかケーキとか、ケーキ食べたいな。今日ケーキ食べてない。あ、まったりしてくる時間だからね。なるほど。じゃあケーキ屋さんあったらケーキ食べて終わろうかな。おうちライブでもいいんやで。いや、おうちライブか。うんうん。あ、スパチャ、ありがとうございます。長子奥さん、スパチャ、めっちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。お酒のライブ、ライブ、そうです。はい。でも、スズリさんと一緒だったらね、もう絶対、誘導線がね、居酒屋になっちゃうんですけど、僕一人だったら、居酒屋行かないんで。あ、でもね、僕、お酒飲まないんですけど、寒い国とか、寒いエリアではお酒飲みますね。あの体を温めるっていう効能があるじゃないですか。だからお酒飲みますよ。寒いエリアで飲みますね。あ、なんか美味しそうなパン屋さんがある。ここはでもちょっとあれだね、もうちょっとローカル的なとこがいい。ちょっとケーキだけ見ていいですか、覗くだけ。やばい、行くタイミングがなくなっちゃって。ケーキだけ見たいですね。
あ、すごいケーキある。ロカケーキ。え、これ食べちゃおうかな。なんか美味しそうだね。ロカケーキとか食べたことないけど。ナマステ。カメラオケ、あ、カリミングダスパチャレダンス、ちょっと入っちゃった。あ、ケーキありますね。めっちゃ嬉しいです。じゃあもう食べちゃうね、ここで。あ、ダブルチョコレートとか。皆さん 何食べてほしいですか。何しましょう。めちゃくちゃ迷うんだけど。サトシはね、もう軽かった帰っちゃったんですよ。何食べようかな。あ、ひろみさんもスパチャありがとうございます。何しようかな。めちゃくちゃな、僕ダブルチョコかモコモカ、どっちかにしようと思うんですけど、どっちがいいですかね。チーズケーキ、チーズケーキ、あ、チーズケーキありますね。チーズケーキでもちょっと古そうな感じします。赤いやつ、この赤いやつ一番食べたくないですけど。じゃあダブルチョコでしょうかな。はい、ダブルチョコ。あ、いかないっけ。OKOK、じゃあちょっと座ってもらおう。そう、チーズケーキ古そうだったのね、多分ね。ちょっとなんか古当たりそうなんだけどね。カピってんだよ。あ、オッケー。どうしようどうしよう。こっちに置いこうかな。ね、あ、誰か食べた後は。よいしょ。あ、聞いてくれてる。いや、チーズケーキね、多分高いからね、カピったんだと思う。サトシはね、カルカッタに帰ってますね。もうインドに戻りました。今一人ですね。サトシ見てますね、さっき。今見てるか分かんないけど、サトシの家はね、Wi-Fi があるんですよね。だから見れますね。はい、じゃあ僕は、あ、なんかドリンクメニューもある。アイスクリームもある。アイスクリームは、まあ、今日はいいや。はい、じゃあちょっといただきます。マスク取りました。あ、女子高生ばっかりました。ありがとうございます。タチタチになって、うん。あ、コロコログマさん、こんばんは。はい、じゃあ僕が頼んだのは、はい、こちらですね。ダブルチョコレート。はい、こちらで、もう値段見えてますよね。冷たい。ちゃんと冷えてますね。うん、120ルピーでしたね。ということは130円ぐらいですかね、日本円で。いただきます。そうそう。あ、意外とうまい。これね、あの130ルピーだと思ったら全然いいですね。120円か。そう、ママと一緒の値段ですね。うん、
ケーキが大きいのか、リュウセキさんが、いや、ケーキが大きいんですよ。僕、小顔じゃないんで。僕、頭でかいんですよ。僕、中学校の時にクラスで2番目に頭でかかったんで。全然どうでもいい話だけど。これね、意外とチョコですね。このケーキはいいかもしれない。あいつちゃんとしてる。僕の血液型ですか。僕は A 型です。うまい。意外とうまいな。全然期待しなかったですけど、はい、意外とうまいです。僕はチーズケーキすごい好きなんですよ。だから本当は真っ先にチーズケーキ食べたいと思ったんですけど、あんまりにもカピカピだったから。そうそうそう。飲み物はなんかちょっと値段高級だったんで控えます。節約。うまいな。ちょっとこのケーキ屋さん覚えとこう。コーヒー飲みたいね。確かに飲みたくなるけど。なんかネパールっぽくなすぎて、普通のコーヒーしかなかったから、そう。なんかあまり飲み物惹かれなかったんですよ、メイン。ナビンス、ナビン、サトシ、ハッピーバースデーかな。うまいよ。ペロッと、ペロッと終わっちゃうわ。もうケーキ食べたから晩ご飯いらないかもしれない。うまい。インフィニザーすごいですね。自家焙煎してるんですよ。すごい。もう一つのフワフワチョコ。あれ危険やばい。これでもうますぎた。全然期待しなかった。なかなかうまい。お借りいたします。じゃあちょっと遠回りして待ち伏せしてきますね。ふわふわの方がおいしい。食えって。ケーキ2個やばいでしょ。リュウサイさん何でる違いますよ。僕は毎日噛んでるんですよ。毎日ケーキ食べます。ちょっとお金払ってます。お釣りがちょうどなかったんで500ルピーで買います。
ません、ちょっと惹かれるものがあって買っちゃいました。なんかね、シュガーフリーの、シュガーフリーのクロワッサン、シュガーフリーだって、うまいのかな。買っちゃった。こんな時間なのに見てくるぜ、今決心。はい、これミャンマーで買った。あ、こちらは、150円ですね。150ルピーですね。だから165円170円だ。ちょっと奮発しちゃいました。なんかシュガーフリー、うん、これあれ、ミャンマーのチャイ、チャイ原稿紙カフェラン、どうでもいい、はい、これずっと使ってます。甘くないクロワッサンなのかな。シュガーフリーのクロワッサン初めてだな。買っちゃいます。このバッグかわいいでしょ。そう、あのヤンゴンで買ったトートバッグですね。じゃあ行きましょう。 Thank you。 はい、じゃあちょっと歩いてみますね。あの航空券がまた今もだいぶ航空券値上がりしてるんですけど、また上がるみたいですね。なんか8月1日からかまたぐわっと値段上がりそうなんで、あのね、8月以降に旅行され決まってる方は早めに航空券買った方がいいかもしれないですね。かなり上がりますよね。誰か言ってたけど、インド往復あの年サージャージだけで6万ぐらいするって書いてる人いたんで、6万ってやばいっすよね。燃油だけで6万、バックパッカー泣かせです。あ、インドさん今更ですが、その帽子よく似合ってる。あ、あざっす、馬さんありがとうございます。買ってよかった、うん。そうそう、ちょっとネパールっぽいものをね、かぶろうかなと思って、せっかくネパール来てるし。はい、やばい、マジでモモとケーキお腹いっぱいになってしまった。はい、ちなみに今日ライブ配信始めた場所はここですね。ここからライブ配信始めますね。いや、マンゴーも買ったし、一番買いたかった鍋買えてないけど、あ、航空券のニュースにやってましたね。あ、日本でもニュースやってるんですね。結構上がりますよね。そうそう、食べたいものね、食べないとダメですね。そうそう、まあまあ財布を気にしながら、まあ今日の配信はこのお寺で終わろうかな。ここで終わっちゃおうかな。よし、この黄金寺院で終わっちゃう。はい、何の神様だろうね、はい、まあ今日はこの辺で終わろうかな。はい、よいしょ。
はい、皆さん最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。園長ありがとうございます。いい、円安とか原油高とかほんま関係ない、ほんまに。のびさんこれからね旅行されますもんね。そうそうそう、気持ちわかると思います。はい、マジでね旅人にとって痛いですね。どうも海外向いかも。物価も上がっている上に航空券も高いですからね。先進国はどんどん普通になるから途上国の方がいいかも。ここはサトシが笑かしたところじゃない。そうかもしれん。早寝て休んでください。ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わらせていただきます。皆さん最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございます。明日ライブ配信ちょっとできるかちょっと分かんないですけど、はい、またできる時にしていけたらと思います。はい、皆さん本当にありがとうございます。ではではおやすみなさい。戦争終わってくれ。ほんまにな、ほんまにな。ではではおやすみなさい。